さんこんにちは、あかね的日本語教室のあかねです。今日はセブンイレブンで買ったものを紹介しながら、食べながら、私が新入社員だった時の失敗談を2つ話したいと思います。もし日本語字幕が見たい人は CC にあります。あと他の15言語の字幕も CC にありますので、それも一緒に見ながらこの動画を見てください。今回の動画はあまり語彙コントロールをせずに、スピードもなるべく自然なスピードで話したいと思います。なのでちょっと早いなと感じる人は、自分で速度をちょっと遅くしたり設定してみてください。今回こういう動画を撮るのは本当に久しぶりで、友達がねちょっとアドバイスをくれたんです。パン屋の動画あるじゃないですか、見てくれた人も多いと思うんですけど、そのパン屋の動画で私普段買ったものとか本当に商品だけを紹介しているんですね。あんまり自分の話とかしないんだけど、公園で話してる私がすごく面白かったって言ってくれて、ああ確かにあんまりそういうの撮ったことないなって思ったので、今日はちょっともうちょっとなんかナチュラルに話したいなと思います。で早速セブンイレブンで買ったものを先に紹介しますね。ちょっとその前にお知らせがあります。私は JLPT-N1 の文法コースを作りました。次 N1 に挑戦する人がいたら、この動画の概要欄にある URL をぜひ見てください。まずはこちらです。金のカニトマトクリーム、これテレビで紹介されていてすごく気になって買ってみました。贅沢なカニの旨味、これ冷凍食品です。だから凍ってます。レンジで解凍して食べたいと思います。であとカレーパン、これねおすすめ、お見せしますね。セブンイレブンのカレーパンです。レジの横に売ってると思うので、もし食べたい人がいたらカレーパン一つくださいと言えば大丈夫です。これねすごいの、食べていい？お腹空いたからいただきます。聞こえますか、このサクサクっていう音。まだ温かいし、でもちろんねカレーパンなので中にカレーも入ってます。これいくらだったっけ、私レシート、あれどこやったっけ、あちょっと待って、財布ここだ、あったあった。ちょっとね今日はこういうナチュラルな感じも動画に入れていきたいと思います。このお店で揚げたカレーパンは149円です。はい。でさっきのこのカニのトマトクリーム、金のカニトマトクリームは398円で、やっぱねデザートも欲しいですよね。こちらワッフルですね。もっちりとしたワッフルと書いてあります。これ4個入ってます。これは248円でした。で最後です。これ私すごく気に入っててよく買うんですけど、カフェインレスコーヒーです。ちょっと開けてみましょう。ドリップコーヒーです。で前もポッドキャストで話したことがあるんだけど、私午後コーヒー飲むと眠れなくなるんですね。だから最近すごく気をつけていて、午後コーヒー飲みたいときはこういうカフェインレスのコーヒーを飲むようにしています。はい。じゃあどうしよう、カレーパンちょっと、でもパスタもあるから先にパスタを温めましょう。ちょっとカレーパンは後で食べます。こちらですね、冷凍食品なので温めるんですけど、何ワットかな、お500ワットで6分20秒って書いてある。もし600ワットの場合は5分10秒ですね。これ開けたりしなくていいのかな、凍ったままの商品を蓋を点線まで剥がしてトレーごと電子レンジで加熱してください。あ、ここまでですね。
この点線まで開けます。こんな感じで開けて電子レンジでじゃあ温めます。はい、今温め中です。はい、温めました。開けます。ちょっと待ってわー、これ大丈夫かな、落ちないかな、よいしょ。こんな感じです。見えますか。はい、じゃあフォークで食べたいと思います。でもこれみんな見えないよね。パッて食べた方がいいかな、それともこうやって、あ、でも熱いか、ちょっと混ぜますね。あ、そっか、こうしたらいいか、よいしょ。はい、じゃあ混ぜます。いい匂い、カニの香りがちゃんとしますね。じゃあいただきます。美味しい。なんか今の冷凍食品って本当にすごいと思います。私が子供の頃より種類もたくさんあるし、なんかもうクオリティが全然違うと思います。皆さんも何か食べながら飲みながらぜひこの動画を見てください。じゃあ私が新人だった頃の失敗談を2つ話したいと思います。日本の就職活動と皆さんの国の就職活動って全然違う可能性があるんですけど、まず私の経験から話すと、私は大学3年生の時に就職活動をして、4年生の時に内定をもらって、その次の年の3月に卒業して、4月から一般企業で働き始めました。もしかしたらね、ちょっと皆さんと違うかもしれないんですけど、私の周りの友達は大体そのパターンです。卒業して留学する人もいるんですけど、少ないですね。もう専門学校とか大学卒業したらすぐに働くっていう人が本当に多いです。だから4月に入社するんですね。で、同じタイミングでみんな入社するから、まあ、その同じ時期に入った人たちのことを同期と言っています。で、まあ、失敗談の話に戻るんですけど、やっぱりさ、新人の時って、新入社員の時って本当にいろんなミスをすると思うんですよね。多分この動画を見ている社会人の方も経験があると思うんですけど、やっぱり学生の頃の感覚と全然違うじゃないですか。で、覚えることも本当にたくさんあるし、専門用語もあるし、ビジネスマナーも覚えなきゃいけないし、そんな中で私はまずね、最初大きな失敗をしたのは電話です。もう電話に出るのが本当に怖かったんですよ。普通に友達からかかってきた電話に出るのは全然怖くないんですよ。でも日本ってね、会社で電話に出るとき、もしもしを言わないんです。すぐに会社名を言うんですね。例えば、アカネ的日本語ホテルっていう会社があったとしたら、電話かかってきて、アカネ的日本語ホテルでございますって言うんですよ。で、会社によってルールも違います。例えば、電話に出たらすぐに、お電話ありがとうございます。アカネ的日本語ホテルでございます。まあ、これは本当会社によって違うんですけど、とにかくもしもしを言わないですね。で、最初本当それに慣れないし、会社名が聞き取れないんですよ。なんでかっていうと、もう知らない会社がたくさんあるし、まあこの世の中には会社ってたくさんあるじゃないですか。だからまずその会社名を一発で聞き取るのがすごく難しかったです。で、なんか長い会社名とかも結構あるんですよ。で、会社名プラスその人の名前まで聞かなきゃいけないから、まあ、もちろんメモしますよ。メモするけど、で、今度は、じゃあ誰宛ての電話か、私の、部署の課長なのか、部長なのか、他の先輩なのか、わからないけど、だから、なんか、聞き取らなきゃいけないことが多いっていうのと、聞いたことがない会社の名前が多すぎる。で、まだ、同じ部署の人の名前とかも、まだ覚えてないんですよ。だって入社して5日目ぐらいだった
だから全員の顔さえ覚えてないのに、その他の会社の名前とかも覚えきれないですよね。だからもう途中まで書き取って、あ、すみません、もう一度よろしいでしょうかって言って、もう何回も何回も聞いて一回怒らせちゃったことがあります。そう、まあでもね、今考えたら、まあそんな失敗絶対しない、失敗というか電話に出るのが怖いとももう思わないし、まあ、私今フリーランスなので直接自分に電話がかかってくるってことはあんまりないんですけど、まあその私結構長く働いてたので、やっぱり新人の頃だけでしたね。やっぱ2年目3年目、まあ慣れていったら大体こういう会社から電話がかかってくる、そして誰宛て、課長宛てにこの会社の誰々さんから電話がかかってくるっていうのがもう分かってくるから、そうしたらもう全然大丈夫なんだけど、ほんと最初怖かったな。で、皆さんも同じか分かんないんですけど、なんとなく私が入った会社っていうのは電話に出るのは新人の仕事っていう感じだったから、もう電話が鳴ったら、うわーまた電話来たみたいな感じで撮ってました。そう、まあそうですね、ほんとね、なんか別に日本人だから聞き取れるとかっていう問題でもなくて、電話ってやっぱ音質が悪かったりするじゃないですか。皆さんの国のその電話の出方とか、なんか電話を出る時のルールがあったらぜひコメントで教えてください。これ美味しい。なんか食べながら話すのって難しいよね。なんかみんなどうやって撮ってるんだろうね。結構食べながら撮ってる人多いですよね。ごちそうさまでした。完食しました。じゃあ次はこのワッフルを食べたいと思うんですけど、カフェインレスコーヒーを飲みながらワッフルを食べたいと思います。これを開けます。はい、ドリップコーヒーです。切り取りと書いてあるのでそこを切ってコップにセットします。ちょっとお湯を入れてきます。カフェインレスコーヒー入れてきました。飲みます。美味しい。そしてこのワッフル1個いただきます。はい、中にカスタードクリームが入ってます。ちょっと手でいただきます。うん、うん、もっちりって書いてある通り本当にもっちりしてるし、柔らかい、美味しい、ふわふわです。うん、そういえば聞いてくださいよ、あのパソコンが壊れた。なんかね、ずっと青い画面でエラーが出ちゃうんだよね。ショック。まあいいや、ちょっと大丈夫です。あー、ショックと。じゃあ、仕事の失敗談2つ目話したいと思います。2つ目は数字の入力です。これは結構皆さんもやったことがあるんじゃないかなって思うんですけど、やっぱりさ、数字って間違っちゃいけないじゃないですか。だから何回も確認しますよね。何回も確認するのに間違ってることありませんか？本当に怖いよね。もう私も5回とか6回確認するんだけど、え、間違ってる、どうしてみたいな、え、私みたいな時がやっぱりありますよね。間違っちゃいけないんだけど。で、私1000万円送金する仕事がありました。で、こうパソコンでデータ作って1000万円、1100000万って何回も確認したんですよ。で、その書類を持って課長にお願いしますって、課長の捺印が必要だったのね。サインが、まあ、ハンコが必要だったから課長に持ってったら、え、100万円って言われたの。ん？って思って、私も、いや1000万円ですよって言ったら、いやでもこれ100万円になってるよって言われて、もうなんか血の気が引いたよね。これ課長が気づいてくださったから間違いなくて済んだんですよ。でも
もしだよ、課長もすごく忙しいから、なんかただちょっと見て、すぐに反抗して、もしそれが銀行に行っちゃってたら、本当恐ろしいよね。だって100万円と1000万円って全然違うからね。で、その話を、前ね、その、まだ新人だった時に、同期にしたの。私さ、ゼロ1個間違えちゃったんだよねって話をしたら、やっぱり同期も似たようなミスをしていて、でも、その同期はもっと大きい金額だったの。同期は、3億円こう、データ入力しなきゃいけなかったんだけど、多分それを3000万円で入力しちゃってたらしくて、で、それも、多分先輩か上の人、課長とか部長が、まあ、気づいてくれたから、何もなかったんだけど、でもこれ本当に気づいてくれたから良かったで済む話じゃなくて、やっぱり自分でどうして間違えるのか、次どうやればミスしないのかっていうのはやっぱちゃんと自分で反省しないと、もしまた同じようなことをやってしまって、課長も部長も誰も気づかなかったで、それがお客さんに送金されてしまったら、お客さんから見たら、え、大丈夫ですか、あなたの会社ってなるじゃないですか。本当に怖くて、なんか数字はやっぱりミスしやすいし、何度も確認するし、自分だけじゃ不安だなって思ったら、先輩とかにちょっともう一回確認していただけませんかって、確認してもらうようにはしてたんですけど、まあそういうことがありました。でもそういうミスがあるからこそ、やっぱり成長しますよね。あ、自分はこういうことを間違いやすいんだっていうのもわかるし、やっぱり失敗したからこそ、次はこういうふうに気をつけようとか、いろいろ対策をしていくじゃないですか。だからだんだんミスは減っていくと思うんですけど、はい。やっぱりね、新人だから、こう、やっぱりパニックにもなるし、覚えなきゃいけないこともたくさんあるから、やっぱり大変ですよね。うん。まあ、慣れれば大丈夫なこともあると思うんですけど、まあ、今日話した2つ以外にも、私ももっとたくさん失敗しながら、こうやってまあ、社会人をこう経験していったので、もしまたね、機会があればお話ししたいなと思います。はい。皆さん今日の動画はどうでしたか？セブンで買ったものを紹介しながら、自分の失敗談を話すという動画でした。もっといろんなテーマで話せると思うので、ちょっとこれ聞いてみたいなとか、そういうリクエストがあったらコメントで教えてください。あと他のコンビニ、ファミリーマートとかローソンとかミニストップとかたくさんあるので、まあ、コンビニじゃなくてもいいんですけど、こういう商品知りたいとか、こういう商品教えてくださいっていうのがあったらコメントで教えてください。あと私の本、お出かけ日本語会話、あ、ちょっと待って、持ってきます。はい、こちらです。皆さん、たくさん買ってくださってありがとうございます。本屋さんによっては在庫切れになってるところもあったみたいで、本当に嬉しいです。この紙の本を買ってくれた人、ここにしおりがついてますので、切り取ってぜひ使ってください。単語のイラストとかも、イラストレーターさんにお願いしたんですけど、すごく可愛いですし、これ音声ですね、実は3時間分ついてるんですね。会話だけじゃなくて、こういうフレーズの解説に書いてある日本語とか、あとミニコラムとか、便利な表現とか、全部聞くことができます。本当に聞くことにこだわって作った本なので、ぜひ興味がある人は見てもらえたら嬉しいです。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん応援してくださってありがとうございます。また来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。